はい、どうも、ケイズケです。このチャンネルはですね、キャリアコンサルタントやファイナンシャルプランナーなど50以上の資格を働きながら完全独学で取得した私が、様々な資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、今回から FP3 級講座やっていこうと思います。はい、FP3 級ですね。まずは FP の倫理から。3級ファイナンシャルプランニング技能士受験者がファイナンシャルプランナーを名乗ることができる丸か×か。答えは丸ですよ。3級ファイナンシャルプランニング技能士受験者ですので、まだ合格もしてないですけども、ファイナンシャルプランナー自体は名乗ることができます。名称独占資格である3級ファイナンシャルプランニング技能士ですが、これに合格していなくてもですね、ファイナンシャルプランナー自体は名乗ることができます。はい、次の問題。税理士資格を持たない、ファイナンシャルプランナーは顧客向けセミナーで今年度の税制改正大綱に基づいて税制改正の概要を説明することができる丸か×か。はい、答えは丸です。税理士資格を持たずともですね、一般的な事柄については説明することは、税理士法には、抵触いたしません。ただし、個別具体的に相談に応ずることはもちろん税理士法に抵触いたしますので、注意が必要です。はい、今日最後の問題ですね。金融商品取引業の登録を受けてないファイナンシャルプランナーでも、顧客と有償で投資顧問契約を結び、その契約に基づいて顧客に株式の、推奨銘柄の情報を提供することができる丸か×か。これたまにニュースになってますね。答えは×です。金融商品取引法に違反します。ということでですね、FP3 級ですね、受験資格自体は、誰でも受験できます。ただ、この問題にもありましたようにですね、この資格を取ったからといって、独占業務があるわけではありません。ただし、何級ファイナンシャルプランニング技能士というものは名乗ることができます。ということで、また明日。